皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは。これからも実はやばいぞっていうバナナフィッシュの23話を見ていきたいと思っておりますので、一緒に共に泣きましょう。ではでは入っていきましょう。 Let's go。 あれ英語ですね。エイジがやられちゃっている。おお、そうだった。エイジ君死んでるか。まあこいつはね、今ポリスが探してるからね、行かせたらあかんやろ。あ、いやよ、こいつ死んでることになってるか。これならなんとかなるだろう。ほんまかよ、腹に撃たれたら結構痛いぞ。動くんじゃない。しかしエイジ殺されるのか。そこをどけ。おし、下がって。二人だけにしてくれないか。ブランカ。何を話すのか。これから結構重要そうな話をするように見える。We've been looking for each other from now on. Save you! Save you! The infinite sacrifices! The blurry ideals! I won't let it all go to waste. So I tore up the sadness built up inside me into little pieces.Get away from me. Get away from the dark nightmare. Just now, chip at your heart. We just fight for freedom. All the arguments, all the colliding. I wanted to save you, despite all that. Get away from me. Get away from the dark nightmare. You don't want to go through that again, hmm? The time is ripe.Listen to the bells of Inception ring. Okay, Dino, Papa Dino, now get away from me. If that is your real name, Papa Dino, Papa John, Los Papos. Ukatsu yattan ka? Ah, Eiji-kun ne? Ashi ne?え、つか死んでないのか、トリマ。無事よ、別のところで手当てを受けてるの。だから安心しなさい。いやー、きつかったな、エイジ。言ってどうなる。お前は犯罪者だ。お前との関わりを追求されたら、彼は共犯者にされかねない。いつかこうなると分かっていて、なぜ彼をそばに置いた。守り通すことができんくせに。やば、めっちゃ言ってる。彼はお前が救われるために存在しているわけじゃない。黙れ！そったれが。まあ本当に撃とうとしてるんだったら撃ってるな。うわ、超血出てる。暴れたらあかんってお前。やばいなあ、こいつの部下もやったし。やっぱりアシと知り合いだったんだな。これはユエルの仕組んだことだな。せやな。あの人を許してやってほしい。よく言うよ。許せるか。俺たちとアシの仲間、おしまいだ。あいつは決してエイジを傷つけたやつを許さない。俺たちも仲間を殺された。裏切り者の人間だ。俺のせいだ。ユエルの企みを知ってて言えなかった。約束してくれるか。まあお前断ったけどダメやったよね。何をするか頼むよ、兄貴。俺に任せてくれ。何をするのか、シン。翔太くんね、でもお前らが生きてる人生では
いつ人が死んでもおかしくないからね。やば、エイジしてるのかな。繋がってんな、あの腕に。あれ必要なのかな。天敵って言うんだね。何、日本語なんて言うんだと思った。どうした、シングたちとやり合うのか。俺の仲間から裏切り者を出してしまった。そのことをまず詫びたい。笑わせるな、虫が良すぎるぜ。黙ってろ。これで済ますつもりはない。俺は制裁を受けるつもりだ。だが俺にもボスとしての責任がある。捕まった奴らを無事助け出した後のことだ。その上でもし情けをかけてくれる気があるなら、アッシュ、俺だけを殺してくれみたいな。勝負したい。ほう、それでいいのか。何をバカな。黙ってろと言ったはずだ。これで全て蹴りをつけたい。ダメだ、よせ。こいつはまるでムスケラのようにユンとシャオを殺した。俺たちのことなんかムスケラぐらいにしか思っちゃいないのさ。やめろ、ラオ。こいつにとっちゃあの日本人以外人間じゃねえんだよ。なんでそんなことがわからねえんだ。ちょっと違うんだけど、チーム涙もない化け物とか言いながらこいつ泣いてるけど。こいつだけは認めることができない。なるほどね。お前は愛する愛してた翔太の親友だけどね。今後ラオエンタが俺たちとは何の関係もないよそ者だ。やば、追放された。ふー、結構大変やな。あんたの返事は、わかった。わかったと。感謝する、アッシュ。救出作戦には全面的に協力する。俺の命をかけて。はあ、まあ怠慢できなければいいんだけどね。そういうわけだろうな。あいつは仲間を救おうと必死なんだ。エイジ君のことか。ブランカの話は誠ちゃんもんね。見えてるかもしれないね。まあどんな人間でも潔白ではないことは間違いないんだけどね。足の人生特別にきついけどね。でもまあアッシュ自分から選択してめちゃくちゃやばいことやってることは間違いないけどね。そこでは化け物が生まれる。あいつ死ななかったんだって。まったくこんな強いやつだ。酔っておられるんですか。酔ってるでしょうね。これはまさか僕はシラフだよ。クソ酔ってるよ。悪い酔いするよね。僕に話があるんじゃなかった。そのつもりでしたが、今夜はやめた方が良さそうだ。じゃあこっちの話に付き合って。何を？座るのか？座れ！命令だ！ミスター、香港に行ったことある？何度か。それはあるでしょうね。美しい
ちょっと素敵な言い方するね。僕の父は世界中の華僑一の権力を持つリー・ホン。ほう。全華僑の光と闇を支配する。でも母は貧しい露天商に住む。なるほどね。わお、怖っ。なかなかキモいね。父は僕たちを大事にしてくれて、おそらく最後の子供だろう。でも僕が6歳の時、父が急死して、兄たちが突然押しかけてきた。お母さん殺されたんだろうな。乱暴して殺したんだ。わお。僕はホアルン兄さんの腕の中で、母さんが鬼に食われるのを見てた。ぐわぁ。ねえ、ミスター。やばすぎやろ。には憎む権利があるでしょう。アッシュはどうだったの？殴られて、踏みつけにされて、彼は憎まなかったの？呪わなかったの？呪ってるでしょ。同じことやってるでしょ。怒りが、あの冷たい美しい顔の下に魔が住むこと。うん。僕は知ってる。ずるいよ。一人で救われようなんてさ。お前も救われたいの。自分が一番知ってるくせに同情なんかするなよ。ジーザース。はあ、まあこいつのバックストーリーは結構やばいことを分かってたよね。特に各グループのリーダー、設計図とルートを頭に叩き込んでくる。向こうも襲撃は予想しているはずだ。覚悟はできて。それで全員殺したいんだよね。決して犬死にはしない。やるからには必ず生きて戻ってくるんだ。母の仇。どこへ行くの？契約を終了させていただきたいと思いまして。アッシュのところへ行くつもりだな。どうだろう。今度ばかりはあいつに勝算がない。傷を負った身で罠に飛び込むのですからね。だからあなたも市場で行動するってわけ。これ市場なのかな。でもアッシュが好きだからっていうのだったら市場ですね。いや、だから契約切ってんじゃん。あなたは人を憎むことだけ覚えて、愛することを学ぶことができなかったんですね。かつて私もそうでした。私の場合は憎むこともなかった。もう情がなかったんだね。そういうものを持つことがなかったんで。なるほど。あなたがリーケの道具だったように、私は国家の道具でした。まあロシアってなんかそんなもんだよね。私は妻とナタリアと知り合いました。しかし当局はこの結婚に強く反対しました。わお、じゃあ秘密でやったのか。旧ソ連時代に政治犯として処刑されている。私は初めて当局に逆らいました。その罰は大きかったのかな。私は初めて人間らしい感情を持つことができたんです。彼女を失いたくなかった。どうなったんだろう。私が任務でクリミアへ赴いた時、帰ったらもう死んでたのかな。マジか。中東のある過激派組織が犯行声明を出しました。ロシアの政府がやったんじゃないかな。あなたは当局が関わってると思った。まあその可能性あるでしょう。真実は今もわかりません。それで復讐したのか。奥村英治をアッシュから奪うことは、もう一人私たちを作ってしまうということなのですよ。愛さず愛されもせず、憎悪と虚無だけ。だから止めようとしてたんだね。あいつは憎んで覇者となるように愛して滅びる道を選んだんです。愛さなければ愛してもらうこともまたできません。アッシュは、あいつは少なくとも愛することを知っています。それがないからね、この人には。それがまた嫉妬でしょう。まあいるでしょうね。愛する人探してこいよ。武器を持て。準備ができ次第出発だ。ふう、大丈夫かみんな。攻撃すんのか、あの軍人の野郎ども。忙しそうだな。何しに来た。
私を雇わないか。敷金がないでしょ。自分から辞めたやろ。高すぎやろ。こせ、ふざけんな。一体どういう計算して。じゃあ500でいいぞ。飯付きで。経費は別だ。どうだね。いいでしょう。運転手かよ。商談成立だな。素晴らしい。で、どちらへ。国立精神衛生センター。行っちゃうんや。行っちゃうんやな。あそこ攻撃しちゃうわけなんですね。どこ行くの。ちょっと寄り道をする。え、どういうこと。病院行っちゃう。エイジの入院してる病院だ。集中治療室から一般病棟に移されたが、12時になると警官が様子を見に立ち寄る。行ってこい。二度と会えないかもしれないぞ。おお、あんたブランカ結構優しいやつだけど、ちょっと待って、このアニメをね、このアニメは決してええことで終わったりしないから、これから悲劇が起こることを待ち構えないとあかんよ。我々お前のせいじゃないけどね。お前起きれるか A ちゃん。何がそんなに悲しいんだ。僕はこの人を知っている。せやで、あし兄ちゃんやで。ノー、言ったらダメよそのセリフ。結構悲しいやつやでそれ。いつもどっか行っちゃうんですよ。これ早く声を出さなきゃ。アッシュ、無事やったな。歩けるぞ。でも俺たちはもう行かないとあかんところがあるんだよ。捕まえてあげ。アッシュ、行って。アッシュ捕まる。早く。よう分かっとるな。足来ちゃいましたね。えーちゃん、足好きだよね。うわー、この精神病ほんまにやばいって。うわー、手術しとる。わからん、怖っ。君には関係のないことだ。バナナフィッシュ。自白剤というのは便利なものでした。フォックス大佐、その件と君の仕事は一切関係ない。君もプロなら余計な詮索より自分のすべきことがあるのではないかね。無論心得ておりますが、この後捕虜たちからご子息の居場所を。そんなことをしなくてももう手は打った。奴は明朝7時ここへ来る。恐れ入りました。今度こそ君に頼んだことを後悔させないで。またフォックス兄さんとやり合うことになりますね。朝の7時に来ると。本当にそう思ってるか。やべ。それで慌ただしく行動を起こしたのか。で、どう
できたぞ。よし、すぐゴルツネにメールしてコメントを取ってください。ほう、ゴルツネに。車借りるわよ。まさか君、パパ、パパ、時間に一体何事だ。オーマイガッ、全部バレてんじゃねえか。すぐ戻る、弁護士を呼んでおけ。やばい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 、答えるな。マスコミからいきなり連絡来てる。情報がちょっと漏洩してるぞ。データを渡しても渡さなくても、俺を捕まえられれば奴らは必ず人質を殺す。だからジェシカと君にこの手を考えた。なるほど、面白い。仕方ねえだろ。例の一件が記事になる。来週発売のニュースウィーク。ご子息は仲間を見限ったというわけです。みたいですけど、逆に今攻撃するのか。私は処刑して死体を奴の元へ送りつけてやれ。自分のしたことのつけを思い知らせてやる。今攻撃するかもしれないっていう考え方はないのか。間違いねえ、ゴルツネだ。そう、来るぞ。やんのか、やんのか。おーし、これで全員やられてしまうのかな。おお、これであいつ死ななかったらかなりやばいぞ。グレゴリー、お、背後取られてんねんすけど。ゴルツいいね。そう、愚かなのかな。お前が死んだら別に嬉しいことないじゃん。お前に、なるほどね。素晴らしい、これで襲っていくんですね。お前が奪うのか。やらねえのか。おう、これついね、殺したのか。これで持ち札なくなった。いや、お前さ、雇い主に何してんや。これからずっと雇われることねえだろ。忘れないで、君は一人じゃない。忘れないで、アッシュ。明けない夜はないこと。次回バナナフィッシュ。本当に明けない夜はないの？大丈夫か？俺たち信じていいの？夜は果たして何て言うんですか、明けるのだろうか。信じていいのかな、バナナフィッシュに関しては。これからもなんかやべえことは起こりそうだけど、今回の動画に関してはまだまだそんなにやばくない。次回の動画24ではどうなるのだろうか。皆様ご視聴ありがとうございました。 Until next time, goodbye. 大きに。